We await your return, warrior. 次は、いやー、ミヤユリアン対ケイジですね。ミヤはあれですね、攻撃、カラス山のプレイヤーで、一人用とかをよくやってるんだけど、対戦はなんかいろいろ、自分の後ろがあるっぽくて、あんまり理解できないことない。準備は体もいっぱいで慣れてると思うから出ると思うんだけど、いけねえな。さあタックルいくん出し投げ、さあ大きい攻めは2位、さあ大パンに中足当たって放浴戦。海外の人の中足確認ってうまいですよ ね、 ですね。海外勢反応が早いイメージありますね。勝手なイメージ、ね、海外の人は日本の人にゲームをすごく楽しんでる気がする。そうですね、日本人なんか苦行してますよね。そうですね、また見習いたいな。楽しくないですよ、サードを僕やってて走りは走りづらいよ。さあテレビしっかり見えてますね。しゃがみモーション見せてタチガード、さあずかずか歩いてコパン投げ、ここで大きめリープ、さあ383のイリアが1本取り返していく。ゲージはお互いマックス。さあイエクセイトが投げて、さあタッチレイジスが化けてしまったが、ここハッケは確定しない。さあダッシュ引きから、さあダッシュで画面引き、スフィアエイジスで8攻め、三角飛びでうまく引き返す。さあ大きさに100です。クーブッツで投げ、さあ100ですと見せかけて投げ、5番から移動投げ、さあ近距離キック重ね、さあユリアン先行の近距離強撃重ねが非常に強いんですよね。さあ手前張りからタクティグ、たまればワンチャン。そうですね、あと大パン2発分、大パン1発分ぐらい。さあ下風呂近距離重ねここで投げ、ちょうどいい試合です。勝ったのはフェイスさんのチュンリー。で、テッチさんとライアンさん、ライアンさん。さあチュンリー結構うまいですね。ちょっと難行だと見づらい対戦かもしれないですね。珍しいというか。さあしゃがみ中キック、まずは両ひげ同様のしゃがみ中キック、ここで破断ししっかり見えている。さあダッシュ下風呂強キック、 SDGK かな。まあ、100にはいかず安定100です。さあしゃがみ中パンで、あとは取られてもいい打撃の、こうなると中に辛いんですよね。ブロっても抑制入れたくないし、かといって技振り許したくないしと、自爆ボタンが欲しくなります。さあ同キャン、さあディープ使って投げ、画面端押す攻め移動投げ、タチコパン空振って移動投げ、さあ中足しっかり確認して、なかなかいやらしい予選後の。次は太平さん対ガマさんですね。ガマさん、太平さんがユリアンでガマさんが、
Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for the battle. Well, I got the picture. Yeah, well, I got the picture.ザマ、ザマさんの剣と太平さんのユリアン。剣側が歩きで画面端に押していく加工。さあ、ここでゲージが溜まって、チューフィアイエス。ブロ投げ、これはしっかりグラップ。出せない、これはジャンプで切り返す。さあヘッドで1を入れ替えて画面端には追い詰められない。めくり立つ前から大きめ投げ、これしっかりグラップ。カラジャンプ投げ、これもグラップ。さあカラジャンプをタッチコパンで切り返して歩いて投げ、画面端1番。そうですね。さあ中台、さあコパンテリブル。さあ2を遠距離ジャパンで勝っていく。歩いて投げ、これはグラフにならない。さあスフィアイジスで手前張り、スフィアまで繋がったがしゃがみ台パン、痛いところが当たらない。さあジャンプ、垂直ジャンプ、中パンチ、ブローって中近台、大きい攻めで壊し投げ、これはグラップ。さあカラジャン投げ、画面端に追い詰めて投げ、EX さすまきにしゃがみ台キック。次が同キャラですね。ユリアンの方、太平さん、太平さん勝ちましたね。Welcome to the world. I got the picture. I'm waiting for the choose. すみません、失礼します。今でも PM です。明けまして。Now。いや、よろしくお願いします。なんか今日なんか相手が流れてる雑誌の解説がメインポイントを作ってね、相手の機会に進めていきたいと思います。お願いします。まずはさっきまでトーナメント読みなかったトクラヤン、なんかちらほらとバーサスのプレイヤーが多いみたいなんですけど、殴り込みましたもので、やっぱ同キャラですが、変身から討論で一本。さあ時給長さの組み合わせじゃないでしょうかね、これ早く、とても速くて全然速いですよね。はい、さらに一周から前方転身、キックストローマに繋いで、さあ壊し、ディレイ壊し、これしっかりガード。さあ壊し、灯籠、壊し灯籠、実は割れないんですよね、これブロー以外で。さあゼロと大パン置いてて危なげなく、僕ら読めていた。ありがとうございます。さあ、次は銀次君剣対、エバラにヒューゴですね。銀次剣、エバラ、ヒューゴ。さあ、ちなみにこれ負けてもバリカンの話ではないので普通通りシングルの大会です。大丈夫です、銀次君大丈夫だよ、大丈夫だよ。はい、髪が行くってことあります。はい、シングルの大会の話、これはどういう感じ。これ九州で見る限りじゃ、ヒューゴが我慢して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 剣がやることなくてお互い何もしないでいつの間にか剣が勝ってるみたいな。あー、そうか。なるほど。さあ、そのクソゲーがどうこの中で作れるのでしょうか。あとはエヴァルクに投げるか、マスターの一発が任せる。まだヒューゴは簡単に序盤をしているが、沖縄京都でよく見る組み合わせなんですが、お互い結構やっているです。なのでお互いが嫌なことが好きで、やっぱり竜巻とかは多めに振っていく自動的動作を行っている感じですが、ライフボディからのカーンと勝利が良いし、この辺はさすが救護使いも基本になるでしょう。竜巻の押し置きできるかどうかでこう点線を切れますよね。そうですね、あれが取れない。
ないとどうしようもないっていうところまであるんで、はい、ここで引き出した相手が脱巻する15は引き出して今バークジャンプにお互い分かっているもんって感じますね。これは勝利と今度フライングボディがあるタイムの方もスカスカとしてまいりましたが、読んでいたシュート、そして PA、この攻撃力は地味に効いてくるでしょう。中継を置いていった新地君はここでなんとかしてギリギリしたいところだが、そこは山田ヒューゴ見ている。ファイクボディで仕留める、さすがといったところでしょうか。ヒューゴ的にはここ俺削る技欲しいよなとか思ってるんでしょうね。間違いないでしょうね。そういうのはあるとないとでまただいぶ違いますからね。立ち回りが集団でしっかりガード、ここでから集団出し投げが見えてるのに中台ガードできるってすごいですね。さあ起きてね、だから中台ターゲット中盤に落とす中央としてこれどこでギガスを出ていきたいか。置いていた、ここで空振り、壊しからのギガス、美しい。さあ、どうでしょうか。まさに美しいですね。美しいですね。美しかったです。はい、そのわけで、バラ君2回戦進出おめでとうございます。次はサウスさんとエフさん、はい、ですかね。サウスさんとエフさん。サウスさん、レミーと、これ、ダッドリーなのこれ。ユーですかね。ユー。これごめんなさい、字が下なくてわからない DU で DO にしか見えない。ダッドリーレミーを DO して何すんだよ。これちょっと組み合わせよくわからないんですけど、レミーダッドリーみたいです。これどうなんですかね。やっぱりこれはオットバスでいかに近づけずに対空で地道に積み重ねていくかというレミーが、ダッドリー一回飛びを通ってしまうと大変ってことになると思います。シルエットなんか、つわもののロクさんがいますね。まあいいでしょう、ほどきましょう。今、カニパン、背景の2段目をブロって、カニパンからボーク。何か言ってほしい。これってしゃがみ大キックか、ガードして飛び込み確定とかなかったよね。アレックスで、なんか確かそんなのがあったような気がします。ありましたっけ。ちょっと自分の方が印象不足でした、申し訳ないです。レミが強そうですね。さあ、この好きなことしてるダトリを止めれないんですよね。この参加勝ちすればいいだけの前か下が。失礼しました。はい、じゃあ引き続きましょう。今の F さんダトリーの勝利ですね。次はモチさんのチュンリー対、ゾディさんのレミ。マネーレミ。今日は見た感じレミ多いですね。両親さんを筆頭に。さあチュンリーレミ。これはさっきよりもかなり絶望なカードかな。あれ両親さん来られてるんですか。両親さんはそうですね。勝ち上がってます。おお、これ大ファンですよ。大ファンです。はい、レジェンドですからね。はい。南行徳はレミー王徳じゃないのかっていうぐらいすごい。さあこの組み合わせチュンリー使い的にはチュンリーが技相性分かってたらレミーが相当きついんじゃないかなと思うんですけど、きついでしょう。チュンリーもレミー側もチュンリー戦だけは相当やってると思うんで、チュンリーで両親さんが基本の敵ポジションに構えていますが、相手にどういう立ち回りを見せてくれるんでしょうか。ゾディさんのレミさあ、ロイジから左側のからクジラ攻撃で切り返されている。1ラウンド目はモッサーのチュンリーです。さすがレミですね。いいヘリしてしまう、いいヘリしています。さあしかしここはまだチュンリーのゲージがない、一気に押し切ってしまいたいところですが、この未来を2段目振られる。連続で対抗パスを取って突き止める。大体がしかし積み側ゲージがない。走りで切り返してダッシュダッシュ切り返されてしまう。ゲージは2マックス、まだまだ上がらないです。
翼、ゆく翼6回先制、先制でゆく、両方を進んでいく結構ダメージいきますね、ゆく翼は。あ、地道に、地道に稼いでますね。追いつきました。はい、ここで投げる、ダッシュから投げる、うまい。時速、今のは間に合うかどうかという際どいタイミングでした。こういう、こういう攻めでゼロドット、ゼロドットダウンが受け身が取れないを覚えておくとすごい楽なんですけどね。サシャがグラブしっかりしたブロードで中足、これで残り4割壊します。地味にこれは結構渡るレンジです。怪しい体感がない右側、そしてもちろんゲージが欲しい、一発で引けたい、怪しか止まってしまう。さあ、しっかりガード。ジェミー側もゲージ状況は決して悪くない。今、確認を聞いたが、ガードスピード、すごい能力でした。モツさん、1回戦進出、おめでとうございます。さあ、次がですね、国井さんの竜対慎太郎は言うんでしょう。これ面白いですね。しんちゃんが来ました。しんちゃん、南行徳に降臨しました。はい、西日暮里 VS のアイドル、マスコットこと慎太郎、しんちゃんです。しかし対するは重鎮国井さんの竜、これはどういった戦いになるんでしょうか。そうですね、慎太郎君とはよく対戦したことがありますね。国井さん実はこう実物見るのは初めてなんですけど、そうです、はい、実物神々しい実物でございます。あのミキシーとかでこう書いてるコメントがすごい大好きで、国井さんと書いてるあんまり深入りするとちょっとあのリスキーなので大変にしておいて、まずは試合の方見てみましょう、はい、僕も深入りしたいですが慎太郎ユン対国井さん、もちろん灰色の竜です。山本の新勝竜、ゲージが止まった現役発動、しんちゃん、この慎太郎ユン最近はもうめっぽ強くなりました。しんちゃんは強いですよ。危なげなく国井さんが勝利する1ラウンド選手、そして新昇龍がもう少し、さあ、ここに新昇龍が入れるのでしょうか。お酒を飲んで待っている方、あれために何としても綺麗な新昇龍みたい。ゲージをしっかりガード、見えているガード、ここは体力が残り、ここを残していい状況でゲージをしのいだ。さあ、新ちゃんロボットにダメがある、ロボットにダメている、そのあっち食べたくないですよね、これダブ。さあ、思い出しネスながら発動、ダッシュ変身からよし、よしでしょう、よし、よし、あー、まだもう早い、ほんと外出の変さすがといったところ、しんちゃんが一本取り返してファイナルラウンド。さあ、しかし、ココイさんはゲージを温存しています。さあ、雷撃を当てた後もどんな読み合いですかという。どういう読み合いが発生するんでしょうか。これは痛かった。しかしゲージがまだあると。しんちゃんは無理したい感じの始まりは距離を持って。ガンガン発動。さあ、ちょうどブロフローで決断でしたね。いやいや、間違いないです。じり殺しきって慎太郎優2回戦進出、おめでとうございます。次が、鉄観音さん対加藤さん、鉄観音さんのヤン対加藤さんのアレックス。さあ、全国アレックス廃門使いのミスターアレックスこと加藤さん登場です。動画の皆さん、お待たせしました。どういう感じなんですかね。どういう感じなんですかね。今もう九州アレックスは絶滅してしまいました。絶滅してしまった。はい。もうみんななんか南行徳に逃げてきますね。そんな感じかもね。アレックスの生息地域がちょっと偏ってしまったがゆえに、これはヤン側はどうこう逃げ込んでいくかないのか。しかし、この加藤さんのアレックスは最後の使いです。相当もう有名なプレイヤーの方。長年のスクールプレイヤーです、ね、なんか動画でも神のようなハイパーボールを見せてくれました。今回はどういった感じの集まりなんでしょうか。ハイモンなんですね。ハイモンです。ハイモン一択のカードです。ジャブ投げなくここでスクールさん1本取る。ファイターズレディ、いやー、ハイパーボールが見たいと
ところではありますが、冷静な立ち回りのヤン。お互い無理をしないという感じのつながりですね。その2段目を踏める。アイホイが止まって画面端の攻め、投げる、ガードしてさらに投げる、高橋シュートだ、高橋ブロックで強いアイホイ、アクチネチは勝利だった。冷静にデスロンさんが勝利です。おめでとうございます。さあ次は負け犬さん対天栗さん、この両名も大人の事情で僕は負け犬さん引きですが、はい、天栗さんはもうおなじみ南行徳ではもう動画ではおなじみの強豪の一人の方です。全体作個人的にはかなりもうかなりのものと僕は見受けております。急的に剣はどうなんですか。急的に剣はまあ、正直でも頑張らないといけないキャラクターです。頑張ればいけます。頑張ればいけます。負け犬さんがそれ今から実践してくれるらしいので、なるほど、ここ見ていきましょう。まずは彼に投げられて一文字を食らって画面端、ここからですかね。もういい年内食らってからです。そうですね。やばい、うまいとの発言が負け犬さん。ちなみに僕のあの参謀というか知恵袋的な存在で、僕が知らないことを思う。あの6階の捕獲は壊し込める。この辺はさすが天栗さんがさすがといったところでしょう。2ラウンド目からなんだよ。マーケンさん2ラウンド目から。実際まあ真面目な話、相当かないです。通常技とかは、空振らせて SA を差し込んでいかないと、基本マックスタイルの剣に対する行動が限られてくるんで、はい、鉄ボイスなんて9の方、はいはい、の方が、まあ、そういう冷静なキャラクターとしてはすごいです。動かないですもんね。動かないには動かないっていうガスっていうのがさ、マゲイナさんがリードしてる。投げ返す。ゲージにマックスとない状態で終われたか、マゲイナさん。さあファイナルラウンドにもつれ込む。はい、これだけいいですか。煽れなくていいとの言葉出ました。天栗さんはゲージ1本で DX 立たないから昇竜昇竜、これが痛いんです。中昇竜、これが痛いんです。昇竜中昇竜が入ってどこにやった。あ、いいホールドだったんですが、さすがディープから逃げ、安全運転、コパンで止めて捕獲、突進、消え、着地捕獲、いやらしい。この辺が老怪という、まさに老怪ですね。でこれは天栗さんも若干やりづらそうか。ここで離してくれ。突進のしたいところに置いてあった姿勢、突進、これに展開が確定します。突進を見ていればいい状況ですね。あれはさあ、さすがから集団はしっかりガード、して投げ、剣側としてまだコパンで止める。いやらしい、コパンが引っかかってしまった。さあ若い子さんが高笑いをしている。これはカチンとくる。はい、1回戦でもおめでとうございます。サイバーゲームさんの勝利です。さあここで、ミモラマコとやってまいりました。レイスルは T さんの Q、 Q が2連戦ですね。これ頑張ってください。はい、キーさんは、黄色カラーの Q です。中盤力気負わずに、ここは気負わずにしっかりぶっ込んでいってほしいところ。ミモラライスに辛口で捕まえる。ライトのいいガード、そしてグル、このうまい攻めの辛口がほんのきつい。首やってしまう。1本目から3段を漏らさずにきっちり、ここはミモラ1本。攻めからさ、屈伸投げ抜け以外でどうやったらいいですか。屈伸自体もですね、カラクサは持続がとてもある技なので、あまり露骨に狙っていきたくない技であるので、なので基本上り前のジャンプが一番機能してるような感じになります。押してくる、丁寧な押し回りですね。SA は腹部を選択します。もうすぐ溜まるところで、ミモラ側も迂闊には攻めない。中が PS さんを見てしっかり飛び込みます。なんだ大盤からくさを置いている。これは先ほどのチーム戦がよく見せるが、ウバナス確認なんでしょうか。弱手でとさらにここできっちりからくさを押し付けてという形の流れで、ミモラが勝利。小さな残念でした。
よく考えたら9相手に大パンためはやては非常にずるいですね。ずるいですね。マイナー6しかないですもんね。有利の話ですからね。はい、不利マイナー6ってどういう話？何もないですよね。ないんですよ。これビリーカンさんです。ビリーカンさんの言うない、はい、ビリーカンさんの言うです。6さんの件ですね。優しいですね。はい、はい、右側からダイダイダイと右側のボタンを連打するロック。ビリーカンさんとかライアンさんとか海外の品物の方々が本当参加されてますね。今回はすごい大会に行ってまいりました。南京都でさあ、ここはコメントしづらい、普通に勝っちゃいました。激戦としてるだろう。しかしでしょ、垂直ジャンプに大勝利。裏に回っていた中台上り投げ、ラグクトロして中足ミックスを積極的に使う。さあ、マイナス5名確定してしまいます。角度です。中足勝利、人確認でしょうか。人確認ではないが、汚い花火だったようです。汚い花火だったようです。さあ、この辺はさすがといったところでしょうか。ロック勝ち上がって2回戦進出。さあ、ここから、あ、ここで一旦ロックの方止めます。さあ、引き続き、2回戦の方を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはアランサーのロックさんのオロです。オロ、オロはどうでしょうか。これユンの中足って感じじゃないですか。ユンの中足気になりますか。そんな印象があります。お互い中足で決まった感じがありますか。ユンの中足というのは主にどういった練習での、基本的に技の当てになった中足が非常に有効 で、はい、で防御面でユン側はできるだけこう触れない、地上で受けないっていう、そしてあとは回転力で勝つみたいな。あ、中足の振り付けでいつの間にか溜まってしまうと、はい、回転的にですね。この側これユンの外に技相性がもうちょっと良ければと思うんですけどね。そうなんですよね。オロはの前後のキャラに対してキャラ持ってるキャラに対してそうですね。はい、トラックのオロさん、まあ、それともどんなキャラでもワンチャンで殺せてしまうのがオロ。オロ、あー、ワンチャン来ました。膝から最大ですよ。決めに行きました。ナイスハード。いい表情です。ゴーキさん、いい表情。さあ、ゴリゴリの花さんも頑張ってほしいです。裏にフリップ、本気フリップはお前だけじゃねえぞと。中盤ですが、しかし、見えなと。終わったら早い段階で変身。いった。いったから殺してしまう。1番から投げ。やった。大丈夫。一歩にやまで。流れを変えた。そこに。は絡まってしまう。ここでなんか発動決勝から帽子を当ててます。むしろオロ的には殺してよって感じですね。キルミー的な流れでしたね。さあ、次のラウンド、リーダーのゲージは少ないですが、あっという間に溜まってしまう。なるべく早い段階で仕掛けに行きたい。さあ、大きさはさあ、どう切り込んでいくんでしょうか。大丈夫、失敗してしまう。完璧やすいそうですね、オロガは。いや、富山、アウトでしまった。次の中足の回、今日は、あの4番のエリアからジャンプもかなりやりづらそうな印象。一度ショって中継、下段の遠距離で取ってからもオロ厳しいですね。中足ブロって移動オニオン、オニオンちょっと厳しいですよね。これは厳しかった。しっかり取って、フランスさん勝ち上がりました。3回戦進出です。おめでとうございます。さあ、続きましてマグさん対神達さん、マグリュウ対神達アイス。さあ、これも南行徳ではよく見る、微笑ましいカードですけれども、
微笑ましいんですか。微笑ましいですね。和みですよ。カズさんがメガネを置く。対する神田さんはポーカーフェイスですね。あれですか神田さん。アレクのキャラさというのがいまいち全然わからないんですけど、どうなんですかね、これ。マズさんの方とは逆にあのやられたことはありますか。あ、まあ、ありますね。普通のリュウと違ってかなりやりづらいという印象が僕はあるんですが。ありますね。とにかく登りボードが非常にうまいというのがありますね、はい。なぜか格好の位置が上がってしまう。なぜか格好形も違うという。あの人と違うリズムをこううまく組み込んでくるんで、こんな感じですね。そうですね、はい、これがまあイブシギというか僕大好きなんですけど、飛び込み壊しなんか結構上手いんですよね。経験と勘の竜って感じですね。そうですね、さすが長年竜で仕掛けしているものは違うと。しかしこれは神田さんアレックスかなりマグリゾエここでめくり出すまきマグタスマキが入りました。まずは一本なかなかいやらしい竜巻ですね。いやらしいですね。性格出ますからね、竜巻で。これあーありますね。それからマグハボはい、一本絡まった。さあ神田さんもゲージ状況は悪くない。3しそうなところを突き返した。勇気のパオム突き返したらねえの。これは動いて3段で危ないはなくマグさんの勝利。神田さん残念そう。さあマグさん13回戦進出。続きましてタムさんのネクロ対ビンスさんの合気。これもまたまた目が離せない